はい、こんにちは、コルピーです。本日はワンピースのホールケーキアイランドの感想の動画です。感想を言う動画です。ですね、ちょっと見たのが昔すぎて、かなり思い出しながら話すんですが、2ヶ月は経ってないかな。下手でしたら2ヶ月経ってしまったかもしれない。ですね、まず一個言いたいのが、プリンちゃんとサンジですね。特にあの最後のシーンですね。もう少女漫画になる。急に少女漫画になる。本当によいしょ、めちゃくちゃ良かった。であとはルフィとカタクリの戦い。あのね、カタクリはあの最初てか、あのブリュレがあのカタクリお兄ちゃんは背を向けたことすらないって言ってたんですけど、でカタクリがルフィに一回倒されて前かがみに倒れるんですよね。でも一回起き上がってわざわざあの背中を向けて倒れるんですよ。でそれにあのルフィが自分の帽子をかぶせるっていう、本当になんかカタクリ戦は本当に熱くて、なんかそのカタクリはもう見聞色を極めすぎて未来を見れるんですけど、ルフィもどんどん未来が見れるようになって、でそのそういう戦いをしていて、でなんか会話の中でなんかルフィが飼い犬王になるみたいなこと言ったのかな。なんかそれに対してカタクリがずいぶん未来を見てやがるっていうんですよね。もうなんかもうそのなんかその未来見聞色のことをなんか踏まえた上でずいぶん未来を見てやがるっていうセリフがかっこよすぎるし、カタクリはもう本当にもう全体的にかっこいい。なんかその大きいお口で、あの小さい頃は全然気にしなかったんですけど、それをいじられてボッコボコにした相手がブリュレに報復してくるっていう、もうお前ビッグマム怖くないんかってちょっと思うんですけど、あのでもそれずるいやつがおって、でそれを踏まえてカタクリはもう自分の妹たち弟たちを守るために口を隠すっていうのがあるんですけど、だからもう誰にも見られたくないんですよね。でだからドーナツを食べる時も壁を作って隠すし、そういう風だったのに倒れた時にルフィは帽子で隠してくれるっていう、超かっこいいんだよな。その見られたくないものはなんか理由わかんないけど隠すっていう、そう深掘りしないし、深掘りはもちろんしない上にそのなんか守りたいものは守ってくれるっていうところが本当にルフィかっこいいですよね。あとそうだな、ペコマムシは生きてるのかな。ペコマムシの呼び方大好きなんですけど、ペコムズのことをルフィがペコマムシって呼んで、それを聞いた猫マムシの旦那がペコマムシニャン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 っていうところめっちゃ可愛いんですけど、犬嵐も猫マムシも好きなんですよね。それはゾウの話だけど、あれ私ゾウの話もしてないのかな。ゾウ行ってホールケーキアイランドだからゾウの話もしてないのかな。もしかしてゾウ編はあんまり長くないんですけど、なんか結構なんだろう、ミンク族かわいいし、あとなんかローがなんか俺の船員総勢20名だみたいな連れてくるシーンとか、あとあのまあ今は憎き勘十郎のあの能力でなんか壁を登る下りとかめっちゃ面白いので大好きなんですけど、あとなんか忍者がいるって聞いてみんなワクワクするんですけど、もうなんかローもすごいなんか食いついてって、でなんか途中でなんかローがなんかハートの海賊団のみんなのところ戻るからなんかいないのかなと思ってたら、なんか雷蔵に会いに行くとこに
ローもちゃんとついてきてって面白かったです。でなんか内臓期待と全然違う忍者だったからみんなにがっかりされてたんですけど、あのもう出血大サービスでいろいろ忍術を見せてくれるあたりで雷蔵の人の良さが垣間見えていたかなと思いますっていう感じで、結構造編はねもうなんだっけあいつ嫌いあいつなんだっけジャッジか、ジャッジじゃなくてなんだっけあいつ、ジャッジはあれだビンクスモークジャッジだから、あいつなんだっけあの百獣海賊団のあのなんか憎悪に攻め入ってくるやつ、ジョーカーでもないよな、クイーンキングクイーン、うん？そう思ったらジャッジだけど、ジャッジはビンスモークジャッジだな、分からんあのなんかあの憎悪みたいなやつですよ、あいつ嫌いで、あのなんかあいつのせいでなんか結構歴史あるミンク族のあの町とかが結構やられていて、ちょっとまつげが変かもしれない。あの造編の敵の名前はジャックでした。あそうか、ジャックか、あのトランプの11はジャックか、間違えました。でまあ造編があってホールケーキアイランドに行く話なんですけど、であとはブルックが大活躍してましたね。ロードポーネグリフをもう取ってって、でその後ビッグマムと寝た、すごいブルックがもう今までにない活躍をした上に、なんか今まであんまり活躍シーンがなかったかなと思ってたんですけど、もうそれを挽回するぐらいの活躍をしていました。で、まあ、あとはペドロ、ペドロはもう結構ビッグママに寿命を取られてしまってたんですよね、ベポのお兄ちゃんと一緒に行った時に。でだからその余計にそのなんだろう出番を探していたんだと思うんですけれども、でもやっぱペドロが死んでしまうたのかなり悲しいんですが、それに対してもキャロットが本当にあのもうペドロの敵を討つんだって感じで、ずっとずっとあのペドロのことをあのずっと心に留めていたのがすごく印象的だったんです。あとはキャロットのスーロンか、すごい綺麗、本当に綺麗で大好きですね。一旦で、キャロットのスーロンがめっちゃ素敵で、あのなんと神秘的なってブルックかジンベイかが言ってたんですけど、確かにって思いました。あの本当に綺麗で、なんかもし私に動画編集の技術があれば、もうキャロットのスーロンのあのマットを作りたいって思うぐらい綺麗でしたまあ動画編集技術がないのでできないんですけど、誰かやってくれないかな。で、あとあの、まあ、スーロのキャロットも綺麗だし、あとなんかワノ国のマットも作りたいって気持ちがすごかったけど、編集技術がない、そもそもあの素材をどうやって取ってくるのかもわからない。あのヒイラギマグネタイトさんって方の終焉逃避行って曲でワノ国マットを作る妄想していたんですけど、でその時にあのキャロットのスーロも出てくるっていう妄想していたんですけど、ちょっと難しそう、実現するのが。やっぱマットを作る人って発想があってそれを実行する技術もあるのがすごいですよね。てかその マッドの職人もすごいんですけど、てかあの小田栄一郎さん自体がそのお話をあれだけそのどこを切り取っても面白いお話で、あれだけ長くて、で
その伏線とかあって、で多分綺麗に回収して終わっていくんだろうなっていう、なんか安心感があるじゃないですか。でしかも絵もすごい上手で、なんかそのキャラクター一人一人に魅力があって、で、あの、なんだろう、その内面ももちろんすごい魅力的なんだけど、その外見だけ切り取ってもすごい魅力的なキャラが本当に多くて、でそれを一人で作り上げてるのが本当にすごいなっていうことをしみじみ思います。はい、本当にずっとワンピース見てるときはずっと思いますね。嘘です、なんか要所で思います。ずっともう考えてるわけではないです、ちょっと盛りました。でも本当にすごいなって思いました。そのなんだろうな、例えばうーん、例えばって言って具体例が出てこないんですけどホールケーキアイランドとずれそうですけど、なんかまあ単純にバトルアニメとしても面白いんですけど、なんか細かい描写がすごくされてるから、もうこれはあの国の話なんですけど、そのゾロが思い出すお玉とルフィが思い出すお玉はそれぞれの方向から見たお玉になってるみたいな、なんかワンピース仲間がいる YouTube かなんかか2チャンネルまとめスレ、ワンピース関連のスレで見たかどっちか忘れたんですけど、とかなんかそういう細かい描写もあるからすごい面白いし、そのなんか 作品を通した伏線みたいなのもあるから、そういうのでも面白いし、本当にすごいなって思います。なんでコロピー急に小田栄一郎のいいとこを全部言ったんだ状態なんですけど自分でもなんでかわからん、なんでやったっけな。でホールケーキアイランドの感想に戻るんですが、そうだな、サンジのサンジはもうなんかバラティエのコックずっとやってたのかな、生まれた時からそうだったのかなと思ってたんですけど、なんかあんな悲しいっていうか大変な過去があって、もうなんか父親最悪だし兄弟たちも最悪なんですけど、まあ、優しいお母さんと優しいお姉ちゃんがいて、それでなんかで本当に優しいサンジがいて、なんか大変だったけど、あ今があってよかったねってなるし、サンジはバラティエに行けてよかったねって思っていますし、であとそのサンジがそのソラさん、お母さんのソラさんのために作ったお弁当の話と、あと今の時間軸でそのまあ本当はプリンちゃんに作るって言ってたんですけど、なんかいつの間にか仲間の一味の好物を作ってしまって詰めていたっていうシーンとか、あとそれをルフィに持っていくシーンがあって、でそのルフィがなんだろう、ルフィが食べて美味しいっていうシーンとソラさんが食べて美味しいっていうシーンがなんか重なってて、すごいいいシーンで泣くんですが、私は泣いていたんですが、とても良かったです。順番子に話さないと分からなくなってなんだ、一個どうしても言いたいことがあって、また順番全然書けないんですけど、ビッグボムの娘息子たちたくさんいるじゃないですか。でその中でオペラっていう人がいるんですけど、オペラは多分本の能力者だったと思うんですけど、ルフィとナミを本の中に閉じ込めてたのが多分オペラの能力だったと思うんですけど、それで本が燃えてたんでオペラは麦わらは死んだって言うんですよ。でそれで、まあ、本当にあれはもう普通だったら死んでた状況だったんですけど、まあ、ルフィたちは生きてて、でプリンちゃんとサンジの結婚式でウェディングケーキからサンジじゃないルフィが出てきて、めっちゃ暴れ回るって話で、そしたらスムージっていうキャラがいるんですけど、それがなんかオペラに対して
お前が死んだって言ったからこうなった、お前のせいだって言うんですよ。私あれ本当に許せなくて、もうスムージーがもうそれその話でもうスムージー嫌いになったんですけど、あのですね、もしオペラがあの言ってなかったとしても、ウェディングケーキからルフィたちが襲撃してくるなんていうのはちょっとさすがに想定外だったと思うんですよ。だからオペラの責任はそれほどないかなと思うんですけど、スムージーはオペラのせいにして、オペラを確か殺してしまっていたんじゃないでしょうか。多分ちょっとあのスムージーちょっと許せないなっていうふうに思っております。これを言っておきたかった。で、まああとはそうだな、なんか最悪の世代のベッチがまさか共闘するとは思わなくて、であとシフォン、もう見るからにドーラの双子って分かったんですけど、でもなんかそのあ姉妹か双子かなんだなってなって、すごいなんか嬉しい気持ちになりましたね。でベッチは結構小煩悩のパパでなんかキャラが立ってて、であのなんだっけ技の名前忘れちゃったけど、あのなんかあの要塞みたいな感じのにみんなを入れてくれていましたでなんかシーザーが運んでいましたもう下手だ説明が、今思い出してるんですよ。で、あーやっぱ好きなのはサンジがルフィを運ぶシーンとか結構いいですよね。サンジが来た途端めっちゃ安心して、ペコマムシは無事なんだろうか。私は結構ペコムズが無事かずっと気にしているんですが、ペコムズのその後は描かれているんでしょうか。アニメ勢はね結構扉絵連載のことを知らないままあの時を過ごしてしまうので、うん、ボンちゃんのこととかあとワプルのこととか結構ね知らなかったんで、あとエネルとかあのそのドアーズっていうやつがあるらしいんですけど、なんかそれを読もうと思っています。扉絵だけを多分まとめたやつですね。それも読みたいしって感じで、であと1時とか2時とか4時とかうざいんですけど、あのでなんかこの変身とかちょっとなんかあのなんだろう、人によっては痛々しいと評するかもしれないんですけど、ちょっとなんかあの少年心がくすぐられる感じがすごくわかるなっていう。私は結構戦隊ものとかも普通にあのリアルタイムで見てたりしたので、仮面ライダーとかも見てたりしたので、あの気持ちがわかります。あのワンピース界だと結構露骨にロビンちゃんがフランキーの合体とか嫌がってたりするんですけどまあそういう人もいるかもしれないけど、なんか私はなんかそこまで毛嫌いとかはしないかなってタイプなので、逆にあのロビンちゃんとかよりなんかフランキーとか あの気持ちに共感をしますね。結構これはフォールケーキじゃなくてワノ国基準で喋ってるかもしれない。で、ワノ国ってかあれはスリラーバークとかかもうごっちゃなってます。やっぱ感想は見てすぐ喋るべきですね。結構あの飛ばしていると思うんですが忘れてしまいましたので、またいつか。あのホールケーキアイランドはあのチョコのお家をプリンちゃんが作って、でしかも味もめちゃくちゃ美味しいらしいし、 あとなんかジュースの海域とかあのもう最高ですね。お菓子のもう国、お菓子の家とかは皆さん夢に見ると思うんですが、それどころじゃないお菓子の国すごい。しかももう味も最上級ということで、サンジのシムシムホイップとか結構もう本当に食べてみたいって感じだし、ビッグマム
は結構なんか歌うんですよね、ビッグマム。だからなんか結構ディズニーみたいな感じで結構ワクワクしました。なんかあのそうだ、私あのビッグマム編はなんかあの父の部屋でなんか見た記憶がちらほらあるなっていうところがあって、例えばビッグマムが歌ってるところとか、あとあの片栗線のなんか不思議の国のアリスみたいな感じの壁のあのところで戦っていたっていう記憶があの結構明確にあったので、あのシーンまだかなまだかなって思ってたんですけど、結構後半だったっていう。しかも不思議の国のアリスのあの壁があれがビッグマムの城だと思ってたんですけど、あれは違った。あれはブリュレのミラージュワールドなんだっけ、違うかな、なんかあの能力の世界の中だったっていうことで、あそうだったんだってなりました。まああの自ら少しネタバレをしていたっていう、まあそれはそれで面白かったです。こんな感じかな。四皇とネタブルックの話もしたし、そうだな、ジョーラさんの能力とか怖かったな。でも勝ててよかったな。プリンちゃんが本当に可愛いよね。なんかね、もう途中からも本当にサンジのこと好きになっちゃって可愛い。なんかあの 恋はいつでもハリケーンなんですけど、恋する感じのキャラってハンコックとプリンちゃんだけなのよ。なんか明確になんか女の子がなんか男のキャラ、あとベイビーファイブもいるわ、まあ、たまに何人かいるわなんですけど、まああの良いって話ですかな。そんな感じです。あジンベイが杯を返すシーンも良かったですね。ジンベイは本当に仁義を通す男なので、そのなんか太陽の海賊団のなんだっけアラディンだっけとかもジンベエたち助けるためにめっちゃ動いてくれて、あのデンデン虫の電波をあの出さないようにしてくれたりとかしてて、でそのルフィたち行かせるためにもうほんと命を張ってあの戦ってくれるんですが、まあ、ジンベエはまあその加勢せずにいられず、あの行かせてくれって頼んで、ルフィが忘れんなよって、お前はもう俺のクルーだっていうシーンですね。あれも最高にいいですねってことで、うん、そうですね。ホールケーキアイランドもかなり好きな、うん、お話でした。本当にワンピース全体を通して本当に最高でした。またで和の国 あの感想を先に動画にしちゃってるんですけど、あのでその今ホールケーキ話して、またエッグヘッドの話とかもしたいなと思います。ではまたお会いしましょう。まんまんまんまー。